転校まであと3日。あっという間だね。寂しくなるな。一緒に卒業式迎えたかったな。何言ってんの彩香、別に海外行くわけじゃないんだし、新幹線とか飛行機とかでいつでもビュンって来れるでしょ。会いに来るし、会いに来てよ。いやいや、そんなの分かってるって。そうじゃなくて、結局卒業式にって決めてた告白の瞬間も見れなそうだし。え、ほんと優柔不断っていうか、なんていうか、自分ルールが多すぎんのよ。私にだってもちろんあるけどさ、扉は右足からとか、白線からはみ出さないように歩くとか、他人から見たらやばいからね。そう、私には自分ルールがたくさんある。扉は右足からなんてものから始まり、線の上を落ちないように歩いたら願いが叶うなんてのも。え、何？本当伝えなくていい？後悔しない？ねえ、簡単なルールでも作ってちょっと告白することにしようよ。私には私のルールがあるのだ。自分ルール、これを守れたらいつでも思いを伝えてやるんだ。伝えてやるんだ。転校まであと2日で、どう？考えた？うん、バッチリ。もう簡単、シンプルイズベスト。何？もったいぶらないでよ。はいはい。じゃあ発表します。あいつがいつもと同じ時間に電車に乗ってきたら告白します。え、いや簡単に言ってたの彩香ちゃん。そうだけどさ、だってね、いつももっと自分に厳しいルールばっかじゃね。山は高ければ高い方がいい。自分ルールは厳しければ厳しい方がいい。超達成感グーって言ってたあの時のあなたはどこに行ってしまったの？よーく見て、このクマ。寝ないで考えたんだから。私はこのルールを決めただけですでに達成感がある。よう満足じゃー。人生は妥協の連続ってことね。うるさい。告白するのね。うん。あ、来たじゃん。え、来た、来ちゃった。ついに告白チャンス。あー、好きです。好きです。あれ、間に合わないの？いいやつすぎ。何やってよ、こんな簡単なの。転校まであと一日。紙飛行機が。何すんの？もうそんなルールなんて破っちゃいなさいよ。正直に言えばいいのよ。そんなルール何の役に立つのよ。ルールは破るためにあるの。恋愛にルールなんて関係ないの。分かってる、分かってるよ。あ、ごめん。
ごめん。あ、大丈夫。ありがとう。何これちょっとね、ほらね、痛くなかった？全然大丈夫。転校まであとゼロ。今度こそ、本当に今度こそ、これが最後。人はとにかく自分にルールを欲しがる。けれどそんなルールは実際のところ何の役に立つのだろう。結局のところルールは破られるためにある。それこそが究極のルールなのかもしれない。おい、電車には間に合わなかったけど、ルールは破るためにある。